セクゾキクチフーマ、平野潮ファン激度、の次はメンバー中島健人との温度差、物議のジャニーズ海外進出論。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。国内では圧倒的な人気を誇るジャニーズアイドルたち。しかし、彼らの中には、 国内での成功だけでは満足せず海の向こうでの活躍を期するタレントもいる。そして今、その海外進出に関して一部のファンを巻き込んで話題になっているのが、政治ゾーンへの菊池風魔28と中島健と29、そして先に KNG&PENSO 脱退、ジャニーズを退場した平野志洋26なのだ。 平野市洋が金プリを5月22日に脱退し、事務所を退場してから約3週間。彼はジャニーズ時代から一貫して海外進出の夢を語っているが、今後の具体的な活動については中国やアメリカを拠点にするなど諸説ささやかれるだけで、未だ明らかになってはいない。一方で、着々と海外との接点を増やしているのがセクゾの中島健人だ。 活躍の場がどこであれ、世界で羽ばたくためには英語力が必須なこの時代。そして、まさに中島はジャニーズ切手の英語力で知られている。6月5日現地時間には、ハリウッドの超人気シリーズ最新作、トランスフォーマー。 ビースト覚醒、日本公開8月4日の衰退版で、主人公の愛役として NY プレミアイベントに出席した他、の愛役のアンソニー・ラモスと通訳を返さないやりとりも披露した。エンタメシライターが言う。中島さんは幼少期から英語の習得に熱心で今やネイティブレベルだと言います。 映画好きということもあり、アカデミー賞受賞式の生中継では、英語でハリウッドスターへのインタビューも行っています。語学力を活かして、活躍の場を着実に広げている印象ですね。来年には、全編英語の大型国際ドラマ、c o n c o d ア、コンコルディア課題のフール配信も控えています。四角中島と平野の連絡の裏にある関係性。 そんな中島は、ニューヨークで行ったインスタライブで、平野と連絡を取っていることも明かしている。中島さんは NY で渡辺直美さん35に会った後のインスタライブで、くんとは会っているんですかというコメントを拾うと会ってないですね。連絡は取っていましたけどねと、連絡を取っている様子をさらりとほのめかしたのです。 渡辺さんは短期留学などを経て2年前から活動拠点を NY に移しています。中島さんは2018年にぐるぐる99日本テレビで共演した時から渡辺さんに海外活動の相談をしていたと聞こえてきます。中島さんが海外を拠点にした活動に以前から興味を持っていたことは明らかです。前でのエンタメシライター。 ちなみに中島と平野は2020年3月25日と5月30日の2回にわたって放送された日テレ系音楽の祭典プレミアムミュージック2020日本テレビのマクを共に務め上げた。さらに同年6月にはドラマ末光警察ミッドナイトランナー日本テレビ d W 主演。ドラマ内ではバディという間柄だった。 長時間一緒に過ごすことで平野さんが中島さんから受ける刺激は大きいものがあったでしょう。海外への夢についても語り合ったはずです。また中島さんは、平野さんが脱退退場した5月22日、自身のインスタに10枚ものツーショットと共に、最高のバディーへ、どこまでも、いつまでも応援してる、とコメント。ジロちゃん困ったら言って、な。 とドラマの役名にかけて力強く平野に呼びかけていました全道四角菊池風魔には焦りも、アジアにリーチしたい、発言アメリカ進出が見え始めていそうな、中島。彼と同じく聖地像に所属する菊池風魔も、海外進出を口にしている。4月5日に公開した YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルでのことです。 同チャンネルは嵐の二宮和也さん、39、キャトタンの中丸雄一さん、39、へい、せい、ジャンプの山田亮介さん、30、と共に更新していて、この日はドライブをしながら、4人のまったりトークが繰り広げられました。その中で SNS の話になると、菊池さんは中国版ツイッター、ウィーボーに興味津々。あんまりいなくないですか ジャニーズでやっている人と、ジャニーズは中国進出がまだまだという見方を示しました。前でのエンタメシライター。現在、ウィーボーにアカウントを持っているのは、木村拓也、50、フォロワー数251、7万、嵐、同35、5万、そしてスノーマン、同114、5万。同動画で、菊池はアジアにリーチしたい。 とした上で、世界世界って言うけど、お前らの言う世界って、結局アメリカじゃねえかって最近思うんですよ。どのアーティストもどのバンドも、と納得がいかない様子を見せたのだ。菊池さんは、その後にのみ宮さんのバンドを敵にしてる。といういじりを受け、全方位で見てる方もいらっしゃいます。 もちろん、それはねとフォローしつつ、でも、世界なんだったら本当に、日本を基盤に、アジアを基盤にって、こう、と、徐々に知名度を上げていくのがいい、と主張したのです。これに反応したのが、一部のキンプリファンでした。前でのエンタメシライター。四角菊池の、アジアリーチ戦略、は、ライバルの中島を意識したもの ?SNS には、 世界目指して頑張ってるすべての人を敵に回した世界で活躍してデビューしているトラジャや世界のことで脱退発表してる金プリに失礼だよね。と、菊池の発言が、平野、岸ユータ27、神宮寺ユ太、二25の金プリからの脱退が迫る中でのものとあってか、プチ炎上したのだ。 ただし、菊池の発言は、むしろ海外進出の目覚ましい中島と自身の温度差に焦る心理が漏れたものとも受け取れるという、スポーツ上記者が言う、菊池さんが昔から中島さんと良きライバル関係であるのは知られています。菊池さんはかつて中島さんについて一番負けたくない存在で、誰よりも一緒に頑張っていきたい存在としていたと聞きます。 また、6月3日放送の、岡部路、関西テレビに出演した中島さんは、菊池さんとの船仲疑惑について、事務所から仲良しこよしせず、ライバル関係で色と言われていたことを告白。自身が孤立していただけといった趣旨の説明をしていました。負けず嫌い同士ですから、それぞれの考えはあると思います。 ただ一つ言えるのは、菊池さんの最近の海外発言も、中島さんを含めた周囲に刺激を受け、自分なりの進出方法を模索しているだけということだと考えられます。こと、海外進出という意味では、事務所内でも独自の道を切り開いている中島。先の菊池の発言に、SNS には、 やりたくない仕事をやり続けながらも今がある菊池風磨さんの海外はアメリカだけじゃない発言もわかるが、ジャニーズが好きな菊池さんと海外で活躍するのが夢な平野紫耀さんでは思いが違いすぎる。といった声も寄せられている。それぞれの思惑が渦巻くジャニーズタレントの海外進出。すでにジャニーズを飛び出し、世界での活躍を目指す平野。 英語を磨き、アメリカに進出しようという中島。そして、アジアでの戦略を考える菊池。それぞれの今後の成功は、果たして。近く素敵すぎる写真、中島健人が NY でニショットを披露した、海外進出の大先輩、中島健人は、グルナイでの共演以来、渡辺直美に海外進出の相談をしているという。